はい、今日が7月25日です。で、26じゃないよ、25だ。はい、今日は退屈な動画だと思ったので、はい、今日やったことから話していきます。はい、いや、気持ちなんかすっきりした感じですね。はい、はい、これウッドデッキできました。これ開けたらなんかドロドロドってきそうだね。はい、じゃじゃん、過去最大級の廃材でござる。まあ、これパンパンに積んであるからね。よく、まあ、ここさすがにこの量を家庭用のね、落ち葉用の焼却炉で燃やそうというのは無理、やってらんないので、まあ、ちょっと協力してくれる人が現れたんで、その人にところに持っていきます。まあ、一応廃材がすっきりしてこんな感じですね。で、今日はまだ時間あるんで、まあ、ここですね、おこもり空間だけで先にチャチャチャってやってしまおうかなと思います。はい、今日は7月26日です。はい、26日ですので、はい、26日です。まあ、ちょっとこのおこもり空間を2つやっつけれたらやっつけていこうかと思います。ここと、まあ、こっちですね。まあ、一応荷物の移動も挟むので、ちょっとどうしようかなという感じなんですが、まあ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 やっていきますか。はい、まあ、やってます。ちょっと金具途中買いに行かなくてはね、伝えたら。はい、どうもイズログです。ようやくですね、7月の動画編集が終わりそうですね。まあ、10月末でちょっと出稼ぎ行ってきます。まあ、多分入った、あ、ちょっとパソコンにデスクに下ぶつけましたね。まあ、どうでもいいので、で、まあ、冒頭ではですね、この廃材が、ハイゼットカーゴのラッケージ、まあ、シートを、まあ、僕の車って2シーターだから後部座席がないんですけど、まあ、その分を、なんでしょう、フルに使ってもパンパンになるレベルの、あの、木材が出ちゃいましたね。で、まあ、あそこまでの量を、家庭用の焼却炉で燃やせるのかって言ったら、まあ、無理っすね。多分2、3日ずっと、燃やし続けてないといけないんで、それは、めんどくさいんですよ。なんでね、これはですね、福島に、引きこもりハウスっていうところがあって、そこで、薪風呂とか、よく薪を使ってる住人さんがいるんで、ツイッターで、その人と連絡取って、まあ、その人のところに全部持っていきましたねって、そしたら、全部引き取ってくれたから、それでめちゃくちゃ助かりましたね。はい、で、これはですね、二段ベッド、おこもり空間のおこもベッドを作ってます。で、この、まあ、杉の板目って綺麗っすよね。まあ、多分、動画は内容違うところやってると思うんですけど、まあ、これを打ち付けて打ち付けて打ち付けるっていうのはめちゃくちゃにこれはハードでしたよね。でもまあ当時が2022年、まあ今年の2022年の7月末なので、でまだウクライナ戦争で徐々にまだウクライナがロシアに負けちゃって後退をし始めてた時期ですね。なんでどんどん経済制裁がロシアに対してかかってきて、それでですね、木材の高騰がもう一回 あるかないかだったかな、確か。ゴールデンウィーク明けに一回あって、確か7月に入った時点で確かもう一回上がったんですよね。でもまだその時は影響なくて、なんでかっていうと、その上がった原価で仕入れた、在庫が企業にまだなくて、それまでに、その上がる前の元々の仕入れ値で仕込んだ在、仕入れた在庫がまだメーカーにあったんで、まあさほど、値上がりの影響はささやかれてはいたけれども、実質的にはまだなかった時代というか時ですね。はい、なのでまあまあ
ギリギリだったし、まだ全然いけんじゃんとか、まあ、すごい楽観視してたし、特にこう隣からもらった杉の板ですね、切り出したばっかだからすげえいい匂いなんですよ。あの木目も綺麗だし、だからそれが助かりましたね。で、この押し入れって結構ね、多分ネズミとかが死んでたんですよ。なんかね、チクフルあるあるで意外とね、小動物死んでます。屋根裏もネズミの糞とか、多分ね、お風呂、浴室の上、浴室ってあの、すごい断熱材巻くから、多分、小動物が住みやすいんでしょうね。人が住まなくなって、多少空いちゃうと。なんかね、動物の糞がありました。断熱材の上に。多分、猫だなとは思いますね。で結構、僕が住んで、そこの浴室の上に入れなくしたんですよ。で、そうするとなんか猫が一匹うろうろしてるやついたから、多分やつが主だったんでしょうね。まあ追い出しましたがね。まあ主は今俺だと。まあそれはさておき、このおこも空間のこの杉材、これね、なんか木の匂いめちゃくちゃ落ち着くんすよね。なんでかわからんすけど。だからそれでちょっと空間作ったもんだから、もう木の匂いしかしないんですね。だから、なんかね、セラピー効果じゃない、セラピーっていうと、まあ、詐欺臭いか。セラピーに対して失礼か。まあ、セラピーって、まあ、ちょっと言い過ぎか。でもなんか、木の匂いに囲まれると、なんかね、落ち着く。なんか知んないけど、落ち着くんよね、なんか。だからね、まあ、ちょっと時間経って、木も馴染んで乾いてきちゃったから、そんなに匂いはもう、今はないんですけどね。まあ、大体木目とか、その質感ってなんか落ち着くんすよね。ただ僕的にはまあ、寝心地は良かったですね。まあ自分が実際苦労してるからそうなるよなってだけの話で。でまああとはそうだな。もう補強ですかね。この押し入れの補強をもうちょい入れてます、今は。なのであんまりこのきしむとか、なんだろう。この押し入れを支えてる材ですかね。あれがね、しなるとかっていうのはないですね。僕が、どんだけ乗っても大丈夫なんで、あと OSB 版で増し張りもして補強もしてあるから全然 OK ですね。で、まあ、あとはここ天井の点検口が近いので、一応そこも塞いでます。で、まあ、今年はですね、本当はアジアン天井にしたくて、布を80メーターから100メートル買おうと思ったんですよ、同じやつは。なので、でもまあそれをやってる時間と金がまあ今年はなかったし、まあプレオープンまでは行ったからまあいいじゃんっていう感じです。まあまあまあ、なんだろう、やっぱり一気にやろうとすると、やっぱりその、ああ終わんないなとかってがっかりしちゃうでしょ。だからそれをやめましたね。まあ、考え方の問題だから、何でもかんでも一気にできるとは思わなくていいと思いますよね。まあ、こんな感じのおこも空間です。で、まあ一応計画的にはこっからこうやってアジアン天井の布を垂らそうかなと思いますね。なんでかっていうと、これ点検口なんで開けたり閉めたりは絶対したいようにこう伝えたら、ここはちょっと杉の板では覆いません。はい。まあなんでこんな感じですね。まあ、なかなかいいおこもなんです。おこもり空間、おこもデーションが できたのではないでしょうか。まあ、日当たりがいいかちょっと暑いかもしれない。だからその分ここは結構入り口を開けておいて、まあ、大体ここら辺カーテンにしようかなと思って、で縦にここマグネット貼ってこうきちっとするような感じでいいかなって感じで、ちょっとここにパソコンに実はですね、ワークスペース、こっちの人のねワークスペースをどうしようかなという感じです。あっちはあっちでもバチッとベッドであるから、まあ、ここにしようかなって、そうするとここの段差がちょっと痛いかなって感じです。なのでまあまあまあどうしようかなって感じで、まあ、次行きましょうかね。はい、じゃあまあ次ここですね。ここはまあベッドもいらん、おこもりもしないようにしようかなという感じなので、まあはい、板を打ち付けるだけですね。ここがかなり膨らんじゃってるから、まあ、どう
どうしようかなっていう感じなんですけど、まあいいか、打てるだけ打てば、打てるだけ打ちますか、せっかくあるんで。じゃあまず荷物出します。まあ一つ一つ終わっていくっていうのはなんかすげえ感慨深いっすよね。で、感慨深い反面、よくここまでの難儀なことを自分に課したなっていう、自分に対してのなんかわけのわかんない何かがありますね。これはなんて言えばいいのか、俺も今だわかんないっすもん。まあこれは僕の部屋ですね。今管理人部屋のおこも空間にはなってないっすね。これ来年おこも空間にしようかなって感じです。で、どこまでをおこもにするのかでちょっと今悩んでまして、あとね、20センチ横幅欲しいんですよ。そうすると、シングルのマットレスがそのおこも空間に突っ込めるぐらいまで広くなるから、ちょっとそこまでやはい、ただ一旦ここで中断して、ちょっと家具だけ買ってきちゃいますか。ちょっと時間が遅くしたい。家具だけ買いにちょっと行きます。まあだいたい夜になっちゃいましたね。まあ結構意外とないんですよ。コメリには意外とそのビスとかはあるけれども、その水道に関するものとか意外とコンクリートビスとかって置いてなかったりするんですよね。コメリじゃなくてコメリプロっていうお店があるんですよ、秋田市内に。なんでそこを行ったり来たりする感じですね。同じプロって言ってもなんか強い、品揃え的になんか強いもの弱いものあるんですよ。だから意外とね、買い物の効率が悪いっちゃ悪いっすよね。で、モノタロウで頼んじゃうとまあ2、3日来ないから、それもどうかなって感じ。いや結構な、とにかくね、板を切って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 切りまくりましたよね。で、まあ、なんでわかんない、なんでかわかんないですけど、布団がやたらめったらあるんですよね。しかも宴会場みたいな感じなので、だからそれって何なのとは正直思いますわ。正直な話を思う。なので、どんな暮らしだったかっていうのはわかんないですけど、まあ、全部がカプセルベッドになってますね。はい、今夜の8時半です。まあ、正直ね、ここまでしか終わらないっていうのがちょっと誤算だったので、もうちょい頑張ってやっていこうかなという感じですね。はい。まあこれ一番の誤算は、一番下からこうバーってや、ここ一番下からバーってやっていっちゃったらよかったんだけれども、それに気づかなかったという、非常に残念な結果が広がっております。はい。こんな感じです。まあ、ちょっとやっていきますか。はい、まあ徐々にね、完成に近づいてはきましたよね。で、まあ後にね、8月4日にプレオープンできるようになりました。で、まあ今年はですね、10月20日くらいまでプレオープンして、それで出稼ぎ行ってきます。まあ大体利用者は今のところゼロですね。まあ開業のリアルってそんなもんですよ。まあよく開業までもこじつけられたなって感じで、で、あとはね、誰かがここに来てくれるメリットだったり理由を、まあ、来年作っていくような感じにしていきます。まあまだ短期滞在できる、短期滞在の利用できるんで、まあ、どしどしツイッターからメッセージください。バイバイ。